いただきます。食べて休んで全回復。そんな単純な体なわけあるか。お前と一緒にすんなし。だが都の言い分にも一理ある。腹が減っては戦はできぬだ。もうどいつもこいつもバカに毒されやがって。もう意地っ張りなんだから。で、なんで急にカラオケなの？解散ライブなんよ。早っ。解散もまた青春の1ページなんよ。乃木の青春って何ページあんのよ。2ばし。そこおかしい。私の歌詞はいいですよ。売れますよ。テリン。今日の仕事はもう一頑張り。なんだ？いや、生きてるから。生きてるよ。やりすぎ。今やってるのがそうだよ、クラウン。ちゃんとここで暮らしてる人たちが元気なこと、クーちゃんも分かったでしょ。ちょっと休んでいこう。そんなこと言われたら断れないな。さて、ゆりさんのことも一段落したところで、次はユージャーさんね。あ、これとこれ。フェスに出るんです。昨日朝練するからって置いてったギターです。こんなのもあるぞ。なんで小耳は派手。だからギターがないとライブできないんじゃない。ヒゲはやめて。仙人さんたち何してるのかな。人間観察するのが楽しいので。ネタになりそうなシチュエーションが多くて。先輩、あの走ってるのを封印すればそれで生き残りも片付くんですよね。まったく、食べてばかりの一日だな。たまにはいいでしょ。まあ、たまになら。二人はどうして立山基地に。邪魔をするな。ガシ、本気で言ってるのか。え、どうかした。小雪セリ、思った以上に情にほだされるダメな男に。